新春スポーツ一刀両断。長野県スポーツファンの皆さん、お待たせしました。第3回となる新春スポーツ一刀両断、いよいよ始まりますよ。ね、ちょっと遅れちゃったね、ごめんなさいね、インターネット回線のね、すいません、もうインターネットの、ね、回線のことですいません、遅れてしまいましたけど、いよいよ始まりますね、はい、第3回今日はね、うん、思い出の地だね、ドバのね。いや本当ですよ、はい、ね、なんか久しぶりになんかこの松本という地域で仕事をしますが、うん、今日はここです。じゃん、喫茶山がね、えいいね、なんかいいですよね、この松本という地域に松本山川を感じれる場所がここにあるっていうところがやっぱ素敵じゃないですか、ね、ここ ね、松本城も近いし、本当にこう、うん、なんていうの、中心地というか、ね、いいですよね、そんな場所にね、こんな素敵な場所があって山川の歴史を感じれる、知ってました皆さん、素敵ですよ ね、 いいね、もうね、外観もちょっと素敵だし ね、 ね、こう緑がやっぱり山川といったらグリーンですか、うん、緑がね、いろんなところに、うん、でこういうね椅子やテーブルなんかもあって、ああで、ああいうね、サポーターの方からのメッセージ的なものもね、なんかボードにあったりなんかして ね、 ああ、ね、こうやってこう身近に感じれるっていう環境がやっぱりいいなと思いますよね。確かに、うん、集まるんだろうね、いっぱいね、試合の人がね、本当ですよね、ね、特にアウェーとかね、そうそう、ここでこうね、試合を見たりとか、ね、みんなで観戦したりとかね、せっかくですから。そして今日も見てください、この天気一刀両断って言ったらもう大体天気良くないですか。そう、確かにね、ね、まあ俺の行いの、いや絶対違う、 D ではないです、多分僕です、晴れ男としてね、あ、そうね、まあまあまあ、そんなことはもう置いといて、ね、もう早速ちょっと行きます、ね、ちょっと今日ね、ゲストがまだ待ってるんでね、います、今日、まさかの、そう、あの人が、山形といえばね、山形といえば、はい、まさかの、まさかのね、エースストライカーか、いやどうでしょう、あの人が、はい、ちょっと中入ってみましょう、行ってみましょう、はい、見てください、このね、歴史を感じれる、こういうちょっとしたところがやっぱりいいですよ ね、 そうね、サポーターがこうちょっとこう喜びそうだね、うん、こういうね、え、さてさて、いますよ、いる、お客さんじゃない、いやいや、あのね、後ろ姿は絶対お客さんじゃないです、ちょっと来てください、ここあれだね、グッズ売り場なんでね、まず1階が、そう、右側にね、入ってグッズ売りなんですけど、ね、まさかのセルジーニョじゃないんですよ、セルジーニョですか、あれ、いや多分セルジーニョですよ、やっぱ前節点も取ってるし、ああかもしれないね、セルジーニョさん、あ、間違えた、てっちゃんだった、ごめん、間違えじゃないですか、間違えちゃった、ごめん、いやいやいや、もう今日やっぱりね、はい、やっぱり松本山田のね、はい、歴史に触れようっていうところで、はい、あ、来てくれたんですか、来たんだけど、はい、カメラですか、そうだよ、これもね、テレビ、テレビだよ、もう全国にこうインターネットで配信されてる、 NG なんですよ、僕 NG、 はい、恥ずかしいんで、ちょっと、もう、モザイク今更恥ずかしいんで、いや、誰かの仮面かなんか、仮面かなんかね、セルジーニョ、セルジーニョ、今日のゲストは、今日のゲストね、テスト広瀬さんです、はい、よろしくお願いします、お願いします、よろしくね、てっちゃん、お久しぶりです、いや、本当だね、はい、アンバサダーっていう、そうですね、アンバサダーとして、はい、もうすごいですよね、やっぱりこう、長いことクラブの歴史を見て、でアンバサダーに残って、またこの松本に残ってるわけですから、ね、すごい、こういう人がね残るっていうのはやっぱり宝ですよ、松本山がすごいなって思いますよ ね、 ね、本当にすごい、ね、そんなことね、もうだから今日全部ね聞いて、今日このいいの、山のところをね、根掘り葉掘り全部答えちゃうんですよ、多分いいですよ、もう今日帰る時には丸裸だからいい、丸裸になっちゃう、いいですよ、いろいろ答えられますね仕込んできちゃいました、あります、大丈夫大丈夫、てっちゃん安心して、俺も仕込んできて俺も仕込んできてるね、大丈夫大丈夫、でもいいね、このグッズがこんなにいっぱいあるって、うん、なかなか本当ですよ ね、 そうですね、でこれだってあれでしょ、平日とかも、はい、いつでも基本的にはここがオープンしてて、はい、グッズが買えるってことだもんね、そうですよ、すごいよね、はい、なんかこう、もうだってユニフォームからね、いや多すぎてね、僕も全然把握できてないぐらいです、いやでもすごい、すごいよね、ちなみにさ、はい、実際売れてるのとかってなんかどの辺が売れるの、やっぱりあれじゃないですかね、タオルマフラーとか、あーやっぱりね、うん、とかやっぱりガンズくん、あーガンズくんね、ガンズくん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 派、僕ガンズくん派ね、ガンズくん、
俺はガンズ君。あ、じゃあ一緒じゃないですか。どっちでもええわ。とかね、まあいろいろ。まあまあそうだよね。アパレルだったりとか。ね、確かにね。でもやっぱみんなね、サポーターの人もね、はい、緑を身につけるのがね、ちょっとそうですね。え、はい、この辺のジャンルっていうのは、この辺はこの喫茶、うん、喫茶山賀のオリジナルのグッズになります。うん、おしゃれだね。はい。これだから、え、ここでしか買えない？これはここでしか買えないです。ここでしか買えないのね。はい。はい、そういうグッズもあるんだ。そもそも喫茶山賀っていうのは、うん、喫茶山賀ですか。はい。どういう喫茶山賀の歴史紹介しましょうか。ちょっとてっちゃん紹介してもらって、てっちゃん、てっちゃん、書いてあるじゃん、これちょっと、てっちゃんここにね、はい、はい、てっちゃん読める？よ、読みますね、読みますね、喫茶山賀の紹介ってあります。ちょっと読んでこ、うん、てっちゃん読んでこ、山賀、喫茶山賀っていうのは1965年ですね、うん、今から50年、うん、約50年ちょっと前に、うん、あの駅前にあったんですね、もともと純喫茶山賀っていうのは、うん、それが、うん、あの、まあ、あの駅前の再開発で、うん、あの泣く泣くあのお店を閉めることになって、なるほど、うん、で なかったんですけど、うん、去年ですね、去年の2月に、うん、ここにここ緑町っていうんですけど、うん、緑町、はい、そうなんですよ。え、それはかけたの？かけたみたいですね。さすが小沢秀一、ね、あんな顔して仕事やれるんですよ、あいつはね。そうで、ここにあのまた新たにリニューアルオープンというか、うん、はい、すごいね、オープンしたんですけど、歴史あるよね、やっぱり。もともとそこの喫茶山賀っていうのが、うん、山賀のなんていうの、歴史というか、そうですね、ルーツというか、うん、はい、その喫茶、うん、純喫茶山賀に集まってたお客さんで、あのサッカーチームを作ったんですね、うん、それが、まあ、あの山賀クラブっていう、山賀クラブね、もともと名前だったんですけど、その山賀クラブが後にこの今の松本山賀になるんですけど、はい、すごい、やっぱ歴史があって、あるんだね、しかもこの喫茶山賀をそういう形でまた始めようとするこの攻めの姿勢、うん、チャレンジじゃないですか、ね、そうですね、そこがすごいね、はい、いや、てっちゃんじゃないよ、僕じゃない、僕じゃないです、シュウだよ、シュウさん、そう、いや、そこはもう本当に、いや、でも本当すごいね、はい、本当にでもそういうちゃんと歴史をね、またこうやってアンバサダーがこうやって伝えることができるって、うん、すごい素敵だなと思うけど、ね、素敵、ありがとうございます、ね、ちょっとグッズいくつかね、はい、紹介してもらって、せっかくだからね、うん、ちょっとこの見てる人にいいのプレゼントしますかね、ぜひぜひ、いいの、いいんじゃないですかね、じゃあちょっとてっちゃんそっちの棚持って、いやいやいや、これそれごと、ありがとうございます、1名1名の方です、いや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 、棚一つっていう方、棚一ついいかなって、それだけじゃない、ね、今日最終回かな、ダメダメ、第4回5回続いてくれないとね、まあじゃあちょっと押さえておきましょうかね、そうだね、じゃあ僕が1こう、はい、てっちゃんが1個選んでもらって、いいですか、まあでもやっぱりタオルマフラーはちょっと外せないよね、あー、そうです ね、ちなみにてっちゃん、タオルマフラーの今シーズンモデル、今シーズンのやつはこれですね、それね、ここにありますね、はい、うん、はい、じゃあそこにかかってるかな、あ、今シーズンのタオルマフラーが後ろにね、はい、これですね、ちょっと、うん、これ、はい、これです、こういうデザイン、あ、ブロブロブロ、これですね、はい、今の倒しちゃったら逆に面白い、いやいやいや、危ない危ない、そう、タオルマフラーね、はい、これじゃあ1名に、うん、はい、はい、じゃあ僕いいですか、はい、僕はね、何しようかな、やっぱりこれからの季節ですよ、うん、ね、はい、梅雨、梅雨といえば雨、雨、雨、はい、ポンチョですよ、どうです、だからといってここにかかってたわけじゃないですよ、たまたまここにかかってただけであって、たまたま、ね、はい、でも絶対俺このポンチョ売れると思うんだけど、ね、そうですね、売れるんですよ、そうだよね、やっぱり、はい、でこれに今日てっちゃんのサインを入れる、あ、うん、あ、いいんですか、いいんですか、あ、いいですよ、僕は全然、じゃあドバさんも入れてくださいよ、いや、ドバてっちゃん、そうすると、はい、あの応募が来なくなる可能性がそんなことないし大丈夫、はい、一緒にぜひ、だって一緒に書く機会ってなかなかないじゃないですか、確かに一回もないから、同じものに、はい、うん、一緒じゃなかったもんね、そう、ちょうど僕がね、山が離れた後にすぐ入ってきて、そうですね、うん、この野郎なんて思って、この野郎、そう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 、じゃあ僕これでポンチョね、はい、じゃあサイン入りで、うん、サイン入りで、じゃあそれをじゃあ最後じゃあ1名にね、てっちゃんはどれをいきますか、そうですね、うん、まあやっぱりまあいろいろおすすめはあるんですけど、うんうんうん、まあやっぱ人気のね、ガンズ君のぬいぐるみにしますかね、うそういうチョイスがまたやらしいよね、なんかもうみんな好きですよね、いや女の子とか子供絶対好きでしょ、はい、ね、ね、はい、これもしかも売れてるよね、絶対ね、売れてますね、そうだよね、
じゃあその3つだ ね、はい、よく車に乗してる人いるもんね。そうですね、まあ長野にも増えてきましたよ。本当ですか。本当に、ね、いろんなところに見るもんね。嬉しいですね。いや、じゃあ、タオルマフラー、タオルマフラーとね、タオルマフラー、はい、そしてポンチョで、ガンズ君のぬいぐるみ、ガンズ君のぬいぐるみ、これをじゃあ各1名ずつですね。 OK です。はいはいはい、プレゼントということで、ね、いやー楽しいですね。じゃあちょっとせっかくだから、施設を紹介してもらうというか、はいはい、まあ1階はこのグッズ売り場と、そうですね、グッズ売り場と、うん、まあ飲食スペース、飲食スペースね、はい、あ、今日もいっぱいいますね、お客さんも来てさ、はい、ね、いやいいですね。まあ、以前ねここでトークショーやらせてもらって、僕もですね、そうですね、てっちゃんたちと一緒に、はい、でその時もサポーターの方が集まってくれたりとか、でここにスクリーンとかねあるの、はい、あ、本当だ。じゃあ試合とかも見れるんで、アウェイの試合とか、そうです、あ、ここでもアウェイの試合なんか人が来て、そうですそうです、あ、いい環境だね、いいね、はい、身近に、常に身近に感じられるって ね、で、まあ、お昼は、まあ、喫茶店という形で、うん、営業して、うん、夜になると、まあ、お酒も飲めたりとかするんで、夜お酒も出るのね、そうです、すごい、ね、はい、山川ビールとか飲めるんですよね。そうです、緑色のね、もちろん緑のね、緑よく聞きますよ、山川ビール松本に来ると ね、そうです、はい、すごい。で、1階がこのスペースで、はい、まだ2階もあるんですよね。そうです、2階もあります。行きます、行きます、行きましょう、ちょっと歴史をね、行きます、振り返りつつ、この、まあ、そうは言ってもね、てっちゃん、こうなんかちょっと尊敬する人いるんじゃない？いますよ、ね、ここいる、まあ、あれ、左、左、右、いろんなね、尊敬、尊敬する人いるんじゃない、はい、写真がいろいろね、あ、ここにいらっしゃいますね、あ、よく上がってるね、てっちゃんね、あれ、三本杉選手です、いや、三本杉選手はこっちですね、こっち私です、懐かしいですね、ゾバさんもね、そうちょっとなんか気取ってるね、なんか写真、気取ってる、はい、これがシューさんですね、シューさんもいますね、今ね、もう山形の営業でもうね、はい、バリバリやってますけど、小沢秀一がいて、はい、すごいね、歴史が感じれる写真が全部こう、そうですね、ちゃんと貼られていてね、はい、歴代の、え、てっちゃんの写真は、僕はですね、どの辺からいいんだよ、このシーズンからいるんですけど、このシーズンの途中から来たんで、あ、これいないんですよ、あ、これ、これじゃない、こっちですね、このシーズンから、9年か、はい、9年の途中から来たのか、はい、なんでこれいないんですけど、うん、なんでこっからいます、てっちゃん、これではないよね、違う、それ三ちゃんです、三本杉か、三本杉か、はぁ、びっくりした、これ三ちゃんですね、三ちゃんね、懐かしいな、懐かしいね、懐かしいですね、ほんといろんな選手がね、関わって今の山川があるっていうのは、この歴史を見て感じるよね、はい、いや、これなんか面白いなと思った、松本城をバックに集合写真撮ったのとかね、そうですね、これてっちゃんいるよね、います、あー、いるね、もう長いもんね、何年プレーしたの、8シーズンですかね、あ、すごいね、で、この辺に来ると僕もいますよ、どっかに多分どうぞ、います、え、いるの、え、いるの、気持ちはね、気持ちね、探したったじゃないですか、いるのかな、気持ちはね、禁断の遺跡をした人ですからね、禁断の遺跡、え、そんな過去ありました、ありましたよ、ちょっと全然覚えてないですよ、この間もなんかそういう話してたな、アンブは緑ですけどね、みたいなね、デジャブだよね、でもすごい、なんか素敵なね、2階が、これ2階はどういうあれで使ったりするの、まあ、ここもアウェーの、アウェー戦での、中継を見たりとか、映像を見たりだとか、それこそ、昨日ですね、昨日はここでヨガをやりました、僕も一緒に、え、ヨガ教室とかもやってて、月1なんですけど、え、それはヨガの先生が来て、そう、ヨガの先生を、お招きして毎月やってるんですけど、すごいね、一緒に、はい、面白い、やっぱサッカーだけにこうね、あれしないでいろんなものとこう、そうですね、はい、じゃあちょっといいですか、じゃあ、はい、てちゃん手前に座ってどうぞ、すごいね、なんか素敵な空間を本当に作ったなと思いますよ ね、なんかこうフランクにこう、うん、来れるというかね、そうですね、普通にこう立ち寄れるっていう場所がこんな街中にあるっていうのがね、もうこれだけのスペースがあればね、もちろんトークショーができたりとかいろんなイベントもね、はい、今日もトークショーありますか、カフェトーク、え、あ、仕掛けるね、仕掛けるね、いろいろ夕方あるんですよ、ね、選手を呼んで、ちなみに聞いていい、はい、MC は誰、聞きましたか、そこ、うん、ガチャです。いや聞いて損した。ああ分かってる時に聞いて。ね、いや分かってる、彼はね、ドバさんのことをね崇拝してました。ものすごいね。
本当よく言いますよ、もう本当、はい、よく話に出てきます、ドバさんの話が。マジで、いや、ヒロさんはねよく聞いてますよね。いやいやいや、まあ大卒で入ってきてね、1年目の時に僕はちょっとキャプテンだったんで、はいはい、まあ怒ったりもしたしね、うん、しつけの部分でね、ただまあしつけがちょっとまあでもすごいなんかも柔軟に大人になったし、ね、そうですね、はい、選手やってる時はまあ結構やんちゃな感じだったけど、でもね、いいキャラでやって愛されてるよ ね、はい、頑張ってますよ。あの、うん、2人は、まあ、同じチームではないですけども、はい、出会いは、出会いというかまあ歴史は出会い、はい、もともとドバが2000、うん、僕が山川にいたのが7年6年7年ですね、2006年7年山川でプレーをして、で移籍して、うん、でだから実際は一緒には被ってないんですよ。そうですね、同じチームでね、はい、同じチームではプレーしたことないですよ。だからもう本当対戦相手として、はい、でももちろんなんかお互いなんだろう、鉄道っていう名前もちろん知ってたし、実際試合やってたからね、うんうん、はい、でもそんなんでやってて、何だろうね、何がきっかけだったんだろうね。現役の時かな、引退した後かな。引退してからですかね、うん、はい、なんか飲みの席かなんかであったんだよ ね、はい、ね、松本でね、そうです、はい、僕もまあちょいちょい松本に来て飲んでたので、はい、まあ山上にいたのもあっていろんなあの、ね、仲のいい人もいて、はいはい、でそこの飲んでる席にバーってなって、うん、そうです、それが多分最初です。そうだよね、はい、そんなところから。いや、もちろん試合の時にはね、対戦相手としてやっぱやってましたし、もうずっと知ってましたから、うん、対戦する前からももちろん知ってましたし、いやいやいや、もうね、いやらしいんですよ。いやいや、人間的に。いや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 、ちょっと待って、僕も言わせてください。いやらしいんですよ。僕はいやらしくないですよ。本当にもう分かりやすい僕がね、選手だったと思うんですよ。もうそんなことないでしょ。もうね、ドバさんはね、もう。いやらしい仕事をするんですよ。本当に。だからもう本当に嫌でした。そう。いやいや、もう僕らからするとね、うん、まあ走れるし、もう技術あるし。いや、技術ね。もう嫌な選手だったよ ね。そんな印象でしたけどね。ちょっとそんな2人が、唯一対戦した試合になるのかな。え、うん、ね、はい。2011年。新州ダービー ?JFL 時代ですよね。はい。新州ダービーのちょっと映像がちょっとだけあるんで、あります。マジで。ちょっとすごい貴重じゃないですかね。ちょっとね。はい。まだね。松田さんね。そう。はいはい、松田のアルミンのやつだね。アルミンのやつですね。11年か。11年ですね。うわ、懐かしいね。はい。めっちゃ風強かったですよね。そう。めちゃくちゃ強かったんだよね、これ。蹴っても戻されちゃう、ね。はい。いいのかな。これが。ドーン。はいはいはい、はい、覚えてますよ。はい、これね、いや気持ちよかったんだろうね、これね。いや、なんかね、今日てっちゃん呼んどいてなんですけど、これ気持ちよかった、気持ちよかったでしょうね。それはもう分かる。いや、本当にどうなの、そのね、巻いたチームのホームで、うん、それ聞きたいです ね、うん、ゴールをこんなしてやったりみたいなしてやったりっていや、なんすかね、まあもともとなんかその長野県のサッカーが盛り上がればっていう思いがあったんでね、ただまあやっぱり古巣だったっていうのもあるし、やっぱり常に感情が入るしね、うん、今のは鉄選手ですね。そうですね。いや、もう結構ね、必ずクロス上げるとか仕事をするのよ、てっちゃんが。これ翔太がね、そう、ズゴーンっつってね、いや、いい、もう翔太の左足なんて、ね、もう見たことないのにこの日に限ってね、上げ松町ですよね。長野ですね。最初で最後。翔太もね、そう、山形のね、スクールで戻ってきて、はい、クラブ戻ってきたんで、ね、いい形でクラブ本当動いてるなと思って。いやー、この時ももう1万人でしたもんね、確かね。はい、だって新州ダービーめちゃくちゃ人入ったもんね。いやー、盛り上がりましたね。超楽しかったよね。本当それ、今でも鳥肌ちょっとね。まあ前半がね、1対1でした。懐かしい。これ後半ですね、はい。で、これね、僕も交代していないんですよ。あ、交代しましたっけ。そう、交代したの。後半交代して、途中交代して。これはしたらね、最後、ね、これはテスト選手ですね。シュート打ったの。打ちましたっけ、シュート。これやらしいでしょ、もう後半なのに、サイドバックでここにいるんですよ、もう。本当にね。運動量がね。そう、これですね。あ、これ、これ。木島ドンって決められた。そう、徹夜。これしかも後半アディショナルタイムですね、はい、取られて、で僕はもうベンチの中でこうやってあーっつって取られちゃったっつって俺これ観客席から見せたこれ取ってないんだけど
いやーすごかったね。でもやっぱりね、長野県内で信州ダービーっていうのは本当にこう一つ盛り上がるネタだし、これ全国にやっぱ発信できるっていうのはね、地域リーグ時代やってて思ったよね。そうですね、すごい楽しかったし、ね、うん、まあちょっとね、そこからこう、その1年だけですからね、信州ダービーが行われたとか、ね、もうちょっと時間が来すぎちゃって、ちょっと実際知らない人多いんじゃない、信州ダービーかもしれないですね。だって当時はなんかどっちかが先に JFL とかに上がったら、はいはいはい、その遅れたチームはもう解散するんじゃないかぐらいな、なんかありました、ね、なんかあったよね、プレッシャーがね、選手ありました、ありました、それ多分サポーターも感じてたから、はい、だからこそ多分ね、あんなにこうちょっとこういい試合になってたんですよね、雰囲気も含めて、ね、うん、確かと思うけど、いや懐かしいね、いや懐かしい、懐かしいし、やっぱいやまた見たいよね、いやいや信州ダービーを見たい、ガチので信州ダービーをやっぱリーグ戦、うん、公式戦でやって、うんうんうん、その前座で OB でやりたいじゃないですか、やりたい、もうね、すごいそう思ってんね。どっちで出るの？え？どこ？僕だけ。いや僕だけユニフォームを緑とオレンジで。で、ゲームに入ったらフリーマンみたいな。どっちのパスも出るの？攻撃してる方が面白いじゃないですか。そういう面白い。超自由人みたいな。いいですね。でもやりたいよね。やりたいです。面白いわ。でも鉄さんは8年ですか？松本山。そうですね。8シーズン。はい。2009年の途中から僕山賀に来たんで、シーズン的には8シーズン、うん、はい、もう昇格請負人みたいなね、全部昇格を、すごくない、だって地域リーグやって JFL やって、はい、まあ、J3 がなかったんで J2J1 でしょ、はい、で全部で出てるもんね、そうですね、すごいよね、でこんな長く本当にサッカーやれると思わなかったです自分、あそう、はい、自分自身やっぱ、あそう、はい、いやでも全然もう僕らから見たらもう全然はてっちゃんも普通にやれんだろうなみたいな、いやいや、あの運動量がまあ基本的にちょっと武器的なところじゃん、そうですね、ね、もうそう、もう日本で言ったらもう長友か鉄とかぐらいだね、はいはい、いやそれはないそれは言い過ぎだけど、でももうそこしかないって自分の中でその勝負していくのでね、プロの世界でそこだけは絶対譲れないなっていう部分があったんで、それだけはもうブレずにというか、いやでもその運動量に加えたのクロスの質がね、やっぱキックがすごい曲がったのもあるからね、うん、そうですかね、まあ、でも長くやれたのはすごく幸せでしたし、まあ、こうやってねクラブに残してもらったっていうのもやっぱりありがたいですよ、うん、まあ、そうだよね、うん、で山賀っていうクラブなんか何言葉で表すとなんかどんな感じとかってある、入ってみてさ、なんかこう、あ、やっぱもう地域に支えられてるクラブっていうのがもう大前提というか一番だし、まあ、それをこう時が変わってこうやっぱりチームってメンバーって変わっていくじゃないですか、選手も監督だったり変わっていくけど、そこそういう部分だけは絶対こう変わらずに伝えていかなきゃいけないし、ずっと持っていかなきゃいけないと思いますよね。それをやるために僕らその昔を知ってる人間がクラブに残ってる意味っていうかあると思うんで、なんかドバさんとかもやっぱ同じ長野県にいてくれるっていうのはすごく僕らにとっても心強いし、そう、はい、でちょもうちょっともうちょっと長めに今のは長めに、ね、今のなんか俺の、だから俺のありがたみをそう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 、でもやっぱね山賀に関わる人とか、はい、まあ、山賀の OB とかそうというやっぱみんな同じこと言うよね、うん、その地域に支えられて、ね、このなんかこうみんなでこう作り上げてきたみたいなね、うん、そもそもでも出身は熊本じゃないですか、そうです、熊本です、その松本に来たこう理由というか、理由はもう単純に2008年ですね、僕サガン鳥栖にいたんですけど、まあ、戦力外になって行くクラブがなくて、で2009年の5月ぐらいだったと思うんですけど、山川からオファーもらって来たっていう、ただそれだけのあれだったんですけど、まさかこんな長くね、こんなちょっと九州とやっぱりね、松本長野県ってちょっと離れてるじゃないですか、あんまり接点もないし、そうだよね、はい、でそれまで松本山って知ってた、実は知ってはいたんですよ、あ、知ってはいたんだ、はい、やっぱそれをサポーターがすごいっていうので知ってました、ね、はい、あ、それ僕と、うん、僕の時とちょっと違う、僕は逆に松本山って知らなかったですもんね、うん、だから名前を聞いた時に漢字のチームってあるんだみたいな、あ、ね、名前が ね、クラブがね、そう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 、確かにそういうところからだったからね、はいはいはい、でもまあ僕も長野県に居づいてますけど、そうですよね、でも長野県いいとこじゃない、いいとこです ね、はい、もうこれ感じちゃったらもう長野県から出れないでしょ、そうですね、でだから出るつもりあんまりないですよ本当に、やっぱりね、うん、俺もそうなんですよ、もう長野県、ね、ドバさんのやっぱりすごいところは、うん、その僕は今山賀にいますけど、うん、僕はまあ
多分ドバさんも同じこと考えてるんじゃないかなって僕勝手に思ってるんですけど、うん、そのまあ山賀にもや、うん、いて、うん、その次、まあ、パルセロにもいて、うん、今はボアルースで活躍されてるじゃないですか、うん、でその僕も思うんですけど山賀が良ければとか、うん、パルセロが良ければ、うん、多分今でもボアルースが良ければっていうんじゃなくて、うん、長野県全体を盛り上げるのにはどうしたらいいかっていうのを考えてこう活動してるなっていう、うんてっちゃんありがとう。すごい俺が思ってることを全部なんか言ってくれてなんかよかった自分で今日言わなくてもそうだね。で伝えてくれる人でもねそれ伝わってくるんでやっぱそれは僕も見習いたいっていうか見習わなければいけない部分だし、うん、参考にさせてもらいながら、うん、いややっぱりこうね、うん、みんなでもやっぱ盛り上げていくのが大事かなってやっぱりねどうしてもこう自分たちのチームとか、うん、このフットサルだけとかサッカーだけってやったらね、うんどうしても思うんでこれから先を考えて難しいと思うんだよね。やっぱり長野県のみんなでとかどれだけ地域に貢献してみんなで盛り上げて、はい、いろんなスポーツとコラボしてってやっていかないと、うん、まあ要は50年先100年先に続けていくクラブっていうところを見据えたら、はい、やっぱ大事かなって思うね。もちろんね自分の、うん、その、まあ、僕だと山が、うんうん、所属のね、まあ、そう、うん、地に足をつけるじゃないですけど、うんうん、そこをまず大事にというか、うん、そこでしっかりやりつつ、うん、そういうところそれがまあ結果ね、うん、広がっていくっていうかいろんなところに、ね、あのしていくのかなと思います。さすがやっぱアンバサダーだから言うこと違うもんね。いやいやアンバサダーしてたじゃないですか。この番組のアンバサダーにもなってほしい。一刀両断のアンバサダーだ。それはそれで面白いけどなんかね。いや本当にでちょっともうずっと話したいですけどね、うん、ちょっとここでまあ県内スポーツをじゃあねちょっと振り返って、はい、まずじゃあ J2 ですね松本山 FC ですけども、うんはい、4月14日ですねヴァンフォーレ甲府戦でその行かれたんですよね。行きました、はい、見たよあの SNS をね。あ本当ですか、うん、あ僕のそうだよてっちゃんの SNS を見て、はいはい、あ現地行ってるなっていう、ね、そうですねグッズ販売させていただきました。そういう SNS もねまめになんかやってるしいやいやいやアンバサダーと僕はでも SNS も僕もやってますけど、はい、やっぱりこう広げるっていう意味でアンバサダーの活動としたり、はい、やっぱりこうすごく大事なことだと思う、うん、すごいちゃんとまめになんかやってるからと思ってみて、あてっちゃんも言ってグッズ販売やってんだなっていうね、はい、いつも後ろみかちゃんがちょろちょろしてそうね、もうそんなんで言ってたけど、はい、まあでもヴァンフォーレの試合ね、はい、1-0 で良かったです、ね、まあ、でも甲府さんにはねあの今シーズンあのホームゲームを山梨衆議院スタジアムでお借りして開催させてもらったっていう経緯もありますし、まあ、ある意味ちょっと複雑な部分もありましたけどやっぱり勝負事なんで、うんまあまあ、そこはね、良かったですね、話していただいて、ってでもあれだね、本当にセルジーニョいい形で、ねはい、シュート最後決めて、はい、ちょっとラスト押し込まれるような形だったけど、はい、危ないシーンありましたけどね。でもなんか試合見てて思ったけど甲府の良さをすごい消した戦い方を、はいはい、やっぱり甲府って前線にね、そうですね、人数が外国人がいてスピードがあるからね、はい、そのスペースを消すような形で、うん、1試合見ててもちろん見ましたけどどんな印象を、まあ、やっぱりそれは山賀のね、うん、ある意味良さというか、うん、相手をしっかり、まあ、監督のね、うん、あのやり方もありますけど、うん、分析して中で相手のストロングを消しながら、うんまあ、自分たちの良さを出していこうっていうところが、うんまあ、スタイルというか、うん、あるんで、うんまあ、そこがあの表現できたと思いますけど、うん、やっぱり今シーズンね、うん、2点3点取ってても安心できない試合っていうのがね正直ちょっとあったんで、ね、何試合かあった ね、 ちょっと苦しい時がね正直不安な部分もあって、うん、1-0 じゃまだ我慢、うん、あの、うん、なんて言うんだろう安心できないなっていうのがあったけど、まあ、ある意味今までの山賀の良さっていうか、うん、強みだったのがねやっぱり1点を守りきって、うん、勝てるとか、そういうところあったね、イメージがねそういうところあったんで、うんまあ、そういう、まあ、次につながる試合になったかなっていうふうに、うんでそういう意味ではこの甲府でのアウェーでしっかり失点をゼロにして1-0スコアからしたら割と地味なスコアなんだけど、うんはい、でも失点もせず勝ち切るっていうところはチームにとってすごく大きなものを得た試合だったよね。いや少し、ね、自信になったと思いますし、ね、だから余計に次のね今度の山形戦がね大事になってくるかなと思いますけど、ねまあ、現在2勝5分け2敗、はい、勝ち点11ですね、うん12ですかね今はね、はい、まあ、今週松がん首位が首位が岡山、岡山ね、あそうですね、はい、アジアので今週日曜日ですねアルビンで、はい、モンテディオ山形、はい、ここ一つ連勝できたら大きくない？いやー大暴起ですよ ね、 ね、はい、それってやっぱこうきっかけになるよ ね、 なりますよね。こう雰囲気作りとか、はい、チーム全体のなんとなく誰か言葉にするわけでもないけど、うん
こういう戦いやってたら勝てるとか、そうですよね、その雰囲気っていうのがね、はい、この試合で掴めるのかなっていう、掴みたいですね。そうだよね、はい、ホームの試合では何をやってるの？基本的にホームではですね、去年までは、うん、すごく自由にさせてもらってて、うん、まあ、スタンドを回ったりとか、アルウィンの会場の隣のサブグラウンドで、うん、毎試合、毎回ですね、うん、子どもたちを対象にしたクリニックとか、クリニック、そういうところに、まあ、一緒に子どもたちとサッカーしたりとか、うん、まあ、イベントがあったらイベントに出たりとか、うん、もう本当割と自由にさせてもらってたんですけど、うん、今年はちょっと役目2年目ということで、引退して2年目ということで、うん、少し仕事を任されて、まだ今はやってないんですけど、うん、アルウィンの中をこう一緒に回って体験ツアーとか、そのアテンドとか、まあ、そういうちょっと役割もちょっと少しもらって、でも面白いね、はい、僕もやってますよ、U スタジアムの、ね、はいはい、体験ツアーみたいなやつしてたけどね、ああいうところはね、うん、逆にお客さんは一番喜ぶところかもしれなかったですね、普段見れないところね、見てもらうとか、さすがアンバサダー、やっぱ引っ張りだから ね、 もうね、なんかイベントもあるんだよね、22日はこう、そうですね、今度は、ワクワクファミリーデーっていうことでワクワクファミリー覚えてるね、ちゃんと覚えてますよ。いやもうなんかイベントがたくさんありすぎてもう覚えてないんじゃないかってちょっと心配になったけどさすがアンバサダーだね。そう、働く車、パトカーだったり、うん、消防車だったり、いやなるほど、はい、子供たちがね、そう、子供たちが喜ぶような喜ぶやつね、はい、が来たりとか、あとミニ SL を走らせてそれに乗ってもらえるっていうようなこともやるんで、仕掛けるね、もうね、そこは僕じゃないんで、ね、仕掛けてるの、ちゃんとプロモーション担当が、いやでもすごいね、そうやってね、いろんな人が喜ぶ ね、 ね、活動をやってるって、ね、うん、その次の週は愛媛との試合が、はい、この場所でライブで見れると、そうです、ライブ配信、アウェーだから、アウェーだから、はい、ここで見れるんだ、はい、じゃあもうその愛媛戦をライブで見たい方は喫茶山が行けば見れると、はい、そのアウェーには僕は行かないですけど、行かない、ガチャが行きます。うるさいのがいいけどね。なるほどね、はい、じゃあ続いて他のスポーツいきますかね、はい、じゃあ、はい、まずはパルセイロトップ男子ですね、うん、15日アウェイでガンバ大阪のアンダー23とやりましたけどもね、先制しましたけども、うん、いや追いつかれて勝ちきれないね、こちらも勝ちきれない、こちらも、ね、本当に何か一つのきっかけだと思うんだけど ね、 ね、サッカーって本当そういうきっかけって大きな ね、 ね、はい、結果につながるからこそすごいきっかけって大事だと思うけど、うん、まあ、今までのこの数試合がパルセロこう割と追いつく同点の形が多かったけど、うん、今回こう追いつかれるってちょっとこう、なんだろうな、ネガティブに捉えやすいちょっとこう、うん、はいはい、結果になったのがちょっと残念だなっていうところで、やっぱこうどっかで1個勝って連勝に、うん、2連勝3連勝できればすごい乗れると思うし、うん、特に若い選手が多いんですよ、あパルセイロが、そうですね、若いですよね、そう若い選手が入ってきてうまく融合してるんで、はい、うん、そこさえ噛み合ってくればいいのかななんて思いますけど ね、 ね、うん、まあ今週末試合がないので、うん、しっかりね調整をして4月28日ですね、実節は、ホームユースタでセレッソ大阪のアンダー23か、そう、はい、ホーム戦ね、はい、今観客動員数やっぱり僕落ちてるのが一番気になるところなんですよ、うん、やっぱりそういうお客さんたちが選手のね一歩のところをこう、そうですね、後押しすると思うんでね、うん、もうぜひサポーターの方には行ってもらいたいなと思いますけどね、はい、続きましてはなでしこリーグ、はい、AC 長野バルセロレディースです、うん、カップ戦ですね、ホームユースタで行われたカップ戦は 0-0 で引き分けと、いやちょっとね、ちょっと厳しい結果になってるよね、カプ戦はね、ちょっと厳しいですよね、このままでいくと、まあ、前節のベガルタ戦はね、メンバーを入れ替えて、ね、挑んだ形だったけど、うん、まあ、そういう形でもカップ戦は僕の中では、まあ、ちょっとそういう選手たちを試すようなあれでいいのかなっていう、まあ、そういう選手たちの底上げがあってリーグ戦に、まあ、うまくそれが反映されるような形でチーム全体でリーグ戦をしっかり集中して戦っていければ、まあ、ただね、まあ、カップ戦の試合がある以上もちろん勝ちを目指してやっていくんだけど、そうですね、まあ、そういう形で次またリーグ戦でまた仙台と当たるからね、そうですね、そう、まあ、ここも一周空きますんでね、そう、お互い手の内を知ってるような状態で試合をやるっていうところはね非常に難しさはあるけど、まあ、ただリーグ戦に関しては2連勝してるからね、うん、うん、その勢いを持ったまま行ってもらいたいなと思いますけど ね、はい、ね、じゃあ続きましてはプロバスケットボール B2 リーグ新州ブレイブオリオーズですが、うん、アウェーでですね群馬クレインサンダーズとやりましたけども、まあ、2連敗となってしまいまして、これで今シーズンの負け越しが決まったと。ああ、負け越しね。はい。
てっちゃん とかもバスケとか見る？まだ行ったことないんですよ。あ、ないの？はい。そうなんだ。そう。一回ね、ぜひなんかこういう人を含めて行ったら、はい、ね、今週末、実は21、22、松本なので。あ、本当に松本開催？松本開催です。あ、そうか、ええ、でもよくあれだよね、なんかこうガンズ君が行ったりとか、ね、たまになんか交流とかはね、はい、松本開催とかはやったりするし、はい、ね、あ、ごめんなさい、ちょっと日付が違ってますね、試合の予定が、4月14、15じゃなくて、21、22ですね。あ、21、22ね、はい、これ間違いだね、はい、今週末松本市総合体育館でありますね。ぜひこちらもね、はい、両方見ていただいてね、そうだよね、21バスケット見て、うん、もうそういう交流を持ってもらって、ね、うん、またぜひあれだったら選手もね、つながって紹介するんで、お願いします、ね、みんなで新種スポーツを、はい、うん、じゃあ続きまして BC リーグですね、グランセローズの開幕戦が14日、松本で行われました。その試合うん、取材してきましたので、ちょっと映像を見ながら、グランセローズは見たことあるの？僕はありますよ、うん、何回か前に選手とも交流があったから応援に行ったりとかね。てっちゃんもある？ないですね。ない、これもないんですよ。野球は試合時間が長いなって言います。そうですよね。そう、確かに決まってないからね。純粋にね、純粋サッカーとの違いっていうところ、ね、うんうん、決まってないからね、うん、先発はあれですね、抑えから転向した山崎投手、ちょっとこう制球が定まらず、1回はピンチですね、1塁2塁の。でもね、昨シーズンも、ね、結果残して、そうそうそう、だから今シーズン、ね、本当の意味での日本一っていうんですか、だからそこを ね、モチベーションも相当選手として高いんじゃないかな、うん、まあ、1回ダブルプレーでね、ゼロに抑えるとですね、これは1回の裏、ツーアウト満塁ですね、カウント2-3。これは D が行ってたんですか？これは、まあ、僕も行きましたね、はい、まあ、結果を見ると、まあ、結構な差はついてるけど、ね、実際やっぱりもう負ける感じはなく、でもちょっとね、危なかった試合。あ、そうなんだ、うん、ちょっと向こうの自滅の部分の最初でかくて、でもまあ本当にこの山崎君のピッチャーのね、うん、ところが非常に良かった。でこれが8番の松山君ですかね、キャッチャー。いや、グランセローズも、ね、選手つながってて、はいはい、それこそ野球、あの、うん、ピッチャーのジュリアンとかね、うん、あと両県、キャプテンの両県とか、なんかみんなはなんかそういうつながりを逆になんか持ちたいとかって言ってたから、求めてる感じ。そうそうそう、どっかのタイミングでね、ちょっと紹介して、うん、あ、ぜひ、うん、お願いします。1回も5点でね、1回の裏か、5点を。え、すごくない？ 1 回で5点だったらもう全然危ない感じ。そうなんですよ。なるじゃないですか。でもね、やっぱりちょっと序盤ちょっとピリッとしないこうピッチャーがいてですね。いや、見てたんですか本当に。見て、これ俺撮ってるから俺が撮影だから、ね、いやいや、もう1回でね、なんかもう5対0ってなっちゃってさ、なんかそんな、まあ、ピンチっていうあれはないのかな。いやいや、ね、ランナーを出すっていうのはちょっとこうやっぱり、でもね、ちょっと打線がやっぱりこう今年はいい感じが、はい、これはポロ選手ですね、レフト前。うわい、はい、野球好き？好きですよ。もうちっちゃい頃よくやってましたし。嘘でしょ。本当。今なんか野球の映像見てるからなんか。いや、本当本当。印象良くするためにグランセローズファンの人に。めっちゃ俺結構肩強かったんですよ。あ、本当？はい。だけど、うん、大人になってきて、うん、肩周りの柔軟性なくなってきて、うん、全然投げない。いや、試合はね、もうそのまま得点を重ねて素晴らしいね。12対2。はい、開幕戦。あ、小谷監督。新州スポーツ。一刀両断をご覧の皆さん、品田のグランセローズ監督の元西です。正直ね、あ、ようやく開幕できたかなというあの安堵感といいますか、まあその中で、まあ、勝てて白星スタート切れたというので、まあ、内心ホッとしてますね。先発の山崎君、できついてるかなですか。いや、100点でしょ、はい、あの2年間セットアッパーとね、うちに来てはクローザーやらして、それであの先発に転向していきなりですから、もう満点ですよ。20点ぐらいですね。やっぱり、はい、はい、やっぱり流れが悪いとか、三者凡退で切れない場面が多かったんで、野手が多分これぐらい点を取ってくれてないと、今日の僕の価値はないかなっていうふうに思います。はい、7回を投げるのが中学校以来で、もうだから、イニングを重ねていくごとに、僕自身知れない野球を
懐かしい野球をこうちょっとずつできてってすごく楽しかったです。大好きです。今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。やっぱりあのファンの皆様の力を借りて、ファンと共に、昨年取れなかった日本一をあの取りに行くために、スローガンをてっぺんとしましたので、チームとしたら日本一、監督、コーチ、以下選手は NPB というあの高い目標を掲げて戦っていきます。お久しぶりです。球場に来ないとね、面白くないですよ。ぜひあの球場に来て声が枯れるまで応援してください。待っております。行きます。知ってる元西監督。いやすごい人なんだよね。イチローをね、元オリックスですからね。そう、オリックスでイチローで外野で一緒に守ってたっていうぐらい、そう、すごい。ただすごい気さくなの。あ、気さくなんですか。そう、僕逆かと思ってました。ちょっと怖いイメージが、いや、すごい気さくで話も面白いし、僕あの番組で一緒になったんだけど、すごいフランクに喋ってくれてね。もう面白いけど、いや、まあ今シーズンの活躍もね、去年優勝してますから、うん、そうですね、日本一目指していってほしいですね。機会あったら一緒にちょっと、ね、ぜひお願いします。また見に、ね、誘ってくださいよ絶対。じゃあ、うん、続きましてですね、ちょっとまあ松本山雅とパルセイロ・パルセイロ・ディーズの新しい選手をちょっと紹介したいので、ちょっと VTR にまとめましたので、あるの？ご覧ください。松本山雅 FC 背番号7フォワードの前田大然です。よろしくお願いします。まあ、試合にあまり、まあ、絡めてないので、まあ、あまりいいとは言えませんですけど、まあ、調子はいいかなと思います。サポーターのやっぱりああいう声援はやっぱり自分たちの後押しになるので、まあ、引き続きあのような応援をしていただけたらなと思います。そうですね、まあ、まだ1年目の時も山形で点取れずに他のチーム移籍しちゃって、まあ、今年こそはっていう思いがあるので、まあ、ある意味でやっぱりゴールを取りたいなと思います。まあ、やっぱりスピードが持ち味なので、やっぱりスピードを生かした攻撃やったり守備を見てほしいなと思います。いや、趣味が全くないですね。ないので、まあ、家でいつもゆっくりしてます。もう家で動画見たり、まあ、たまに出かけるって言ったらもうなんかパワースポット行ったり、そういう自然、まあ、なんか静かなところに行ったりしてます。まあ、松本はまだ、まあ、来たばっかなんで、まだこれからですね、暖かくなってから行こうかなと思います。いや、好き、まあ、嫌いなものはあまりないんで、まあ、好きな食べ物は何ですかね、キュウリとか。キュウリ、キュウリが大好きなんで、まあ、野菜が好きなんで、その中でもキュウリが好きなんで、いつも好きな食べ物何って言われたらキュウリって答えてますね。それはどうやって食べてるんですか、キュウリは。まあ、なんかつけたり、でなんかもうあったらもうずっと食べちゃうんで、もうあまり食べないようにしてますけど、はい。まあ、やっぱりチームとしてはやっぱり J1 に行くことなんで、まあそれにやっぱり僕がゴールを取ることによって近づくと思うんで、まあ、ゴールを取って J1 に行きたいなと思います。まあ、チームは今負けてはないですけど勝ってない状況なので、まあ、とりあえず次の試合勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします。 AC 長野パルセイロ背番号8ミッドフィルダー河合修斗です。よろしくお願いします。アウェーで長野ユースタジアムでやったときに、まあ、素晴らしい雰囲気の中で、まあ、0対3で負けたんですけど、うん、その時にすごくいいサッカーをしていて、まあ、ここのサッカーをやってみたいっていうのはすごく思ってましたし、でもシーズンオフにオファーをいただいたので決めました。やっぱりドリブルで相手を剥がせるっていうところはすごく注目して見てもらいたいですし、まあ、得点につながるプレーであったりアシストであったりっていう部分を見てもらいたいです。まあ、特にないですけど結構アウトドアなので、まあ、家でゆっくりするっていうよりかは外で、まあ、買い物であったりっていうのは好きです。まあ、軽井沢とかには行きましたね。あの自然とかはどう？はまあまだ寒かったので、これから暖かくなっていてから行きたいなと思ってます。は好きなのは肉であったりステーキっていうのは好きですけど、嫌いなのはトマトであったり、まあちょっと
結構みんな嫌いなものやと思うんで、トマトとかピーマンっていうのは嫌いです。子供と同じような感じ、ね、そうですね、はい。まあ、J3 優勝して J2 昇格っていう目標を叶えるために、まあ、全力でプレーして、個人としての目標は2桁得点という部分を、まあ、シーズン最初に目標に掲げたので、そこを達成できるように、でチームの勝利のために全力で戦うので戦います。 J3 優勝するために全力で全身全力で戦うので、一緒にスタジアムに来ていただいて応援よろしくお願いします。 AC 長野パルセロレディス背番号19番フォワード西川飛鳥です。チームの勝利に貢献するために少しでも多くの得点を取れるように頑張りたいと思います。アンダー20の時に本田さんがコーチをしていて、でそこから仙台の時もずっと気にかけていただいていて、入団を決意しました。チームの印象的にはやっぱり若いっていう印象があって、仙台の時はざっくり半分に割ると年下に入るまだ年齢だったので、今は上になるので、そういうところでもチームを引っ張っていけるように頑張りたいと思っています。まあ、得意というかがむしゃらに、どんどん前を向いてゴールを目指せるプレーを目指していきたいと思っています。1日オフとかがあれば、まあ、いろいろ遠出とかして出かけてみたいなと思っています。やっぱり温泉とかいろいろあるので温泉も行ってみたいですし、まあ、松本が少しパルコとかそういうのがあるので、そういうところでショッピングとかも行ってみたいです。まあ、嫌いなものはたくさんあるんですけど、まあ、ピーマンだったりナスビだったりネギとか玉ねぎとか、でも少しずつ食べれるようにはなってきてます。で好きな食べ物は牛タンが好きです。一つでも多く勝利が、一つでも多く勝ちたいので、勝つためには点が必要なので、点をたくさん取れるように頑張りたいと思います。見てて面白い試合ができるように頑張りますので、ぜひスタジアムに足を運んでください。応援よろしくお願いします。いや真面目かっつ、真面目かっつまたそれが真面目かっつありましたね。前回に続いてね、そのくだりになっちゃってる、ね、でもなんか若さもあるし、なんかそうですね、そんな頃なかったでしょ。なかったです、ね、昔からふてぶてしい感じいやそんなことない、そんなことない、みたいな、そんな時期があったらよかったです逆に、はい、よかった。いやまあでもこの番組ね、皆さんお昼食べながら見てると思うんでね。本当ですよ。お腹すいたよね。いやお腹減りました、ね、だって見てくださいよ、目の前にこんなに用意されてお腹減らない人いないでしょうよ、ね、喫茶山川のおすすめメニューを今日ちょっと、はい、てっちゃんチョイスでね、はい、どれからいきます。まずまずまあ喫茶といえばやっぱコーヒーですね。やっぱコーヒーですね、はい、これ同じじゃないんですよこれは。違うの、はい、見た感じね、うん、ちょっと違う、難しいですけど、うん、こっちがトラディショナル、トラディショナル、はい、トラディショナル、うん、トラディショナル、はい、でこっちがニューヤマガっていう、まあ、コーヒーなんですけど、うん、まあ、こっちはだからあの昔の元々の喫茶店で出してたコーヒーを再現したっていうものになります、うん、こっちはこの新しい喫茶ヤマガであの出しているコーヒーと、オリジナルの、オリジナルブレンドですね。ちょっと飲んでみますか。はい。ちょっとそっちいただいて。いいですか、はい。古いのと新しいのでちょうど飲み比べ、言い方、言い方、はいはいはい、言い方。ね。どう。うん。なんか渋い感じ。なんか本当にこう味の濃い渋めのコーヒー的なね。うん、ちょっとてっちゃんじゃん。飲み比べします。あんまりうまいこと言うなよ、俺より。コメントのてっちゃん、うん。俺の仕事なくなっちゃうから。変えちゃおうかな、ナビゲーター。うん、そうですね、やっぱ濃いですね。こっちのがあっさりした感じね。はい、濃いし、やっぱこう伝統、うん。伝統ですから、そうだね、トラジシャン。ちなみにてっちゃん的には、はい、どっちが好きな味？
難しいですけど、こっちですかね、トラディショナルの方が。僕もなんです。あ、本当ですか。ちょっとこう癖のある感じというか、はい、渋めの渋、はい、同じ味。こっちの方がちょっとあっさりした感じですね。そうですね、はい、あっさりしますね。これが350円です。両方とも税別ですけど、はい、350円、はいはい、で、食べ物が、はい、まあ、喫茶といえばカレーですね。そうですね、喫茶山がカレー。まあもう、喫茶って言ったらもう絶対的じゃない、カレーってね、はい、これが750円。750円、はい、そしてドバの前にあるのがこれが今日からですね。今日からです、はい、あ、そうなの、はい、選手のプロデュースメニューで、うん、あの今日からあれなんですけど、岩上選手ですね。そうですね、チキンソテー定食、はい、これ食べたらロングスローなくなるかな俺もいっぱい食べようかな、ね、これ。そう、確かに、ね、ロングスロースローなんかしたことないじゃないスローなんかしたことないじゃないですか。ないね、受けたら肩痛くなっちゃう、すぐちょっと上半身弱いからね。ちょっとまあ食べ、二人で食べていただきます、はい、いただきます、いいですか、いただきます。もう時間もね、すごい、選手がプロデュースして。そうです。じゃあもちろんこれ意味があるんだよね。そうですね、このチキン、はい、多分これ胸肉かな、うん、あの脂肪の少ない胸肉を使って、うん、あの多分試合前とかに食べてるんだと思います。ユーゾはすごいちゃんと本当にそういう形でプロデュースされてる、ね、野菜もね結構あるし。大丈夫、竹内ちょっとまだねいや、あのカメラマンがすごい竹内よ、たまにすごい寄ってくる時あるから大丈夫大丈夫大丈夫、丈夫食べて。アスリートね、筋肉が命ってこう書いてありましたから、うん、そうですよ ね、やっぱり。あー、美味しい、美味しい、うん。これ、あれですね、梅、梅肉、うん、そう、まあ、見てわかるよねそっち、そう、やっぱり肉とこの梅の味がすごくこう合ってるから、さっぱりした感じで、すごい食べやすい、うん、ね、1100円です、これが。これが1100円、はい、これはね、5月20日までですね、約1ヶ月、うん、あ、1ヶ月これ食べるんですね。この野菜もついてきますね、はい、セットでね、これと、はい、ね、うん、はい、取れた、竹内、大丈夫取れた取れた目で合図してるから、片目で合図してるから次出ちゃいからね。いきますじゃあカレーいきますね。まあ、カレーはさ、ね、まあ、これは外さないですよね。そうだよ ね、まあ、でもなんかこれ隠し味があるんですよ。え、ちょっと食べてみてください。なんか裏で入れてるとかじゃないなんか誰も見てねえからみたいな。さっき食べてましたけど、じゃあ、はい、いただこうかな。隠し味をぜひ当ててください。いいか、竹内じゃあいきます。隠し味、隠し味てっちゃん、はい、聞こえないやっぱ何コーヒーです。え、コーヒーは、マジで隠し味で入ってる。嘘だ。そうですよ、やっぱ喫茶なんで。いや、でもうまいよ、本当にうまい、ね、うん。いや、どしどし食べてきてもらってね。はい、このカレーは750円です。はい、はい、これはいつでも食べれますからね。はい、おいしい。いやー、じゃあちょっと番組ももう終わりに近づいてきたんで、プレゼントを。もう、はい、なんか毎回思うけどあっという間だね。あっという間だよね、ほんとね。そんなことない、なんかあっという間でしたね。すげえ緊張してた、ね、これも用意してた見て、もうくしゃくしゃだよね。くしゃくしゃでポケットもらってくれてね、もうね、もう出していいっつってんのに俺らもう、はい、じゃあ行きますか、プレゼント。うん、まずは今回何、松本山 FC、 5月3日ですね。ね、前回のこれ来たの？来なかったんだよ。え、もったいない。これめっちゃいい席なのにね。ね、山手線の来なかったんですけども、まあ今日僕持ってきてるんで、もしこの後、ね、取り来ていただけるんなら、あげます。即喫茶山賀に来た人にね。ああ、なるほどね。で、今日は5月3日のホームゲームですね。うん、ペア1組、水戸戦ですかね。そうですね。はい、ちょっとこう大事な試合だと思うんです。はい、ぜひ、ね、見に行ってほしいですね。で、AC 長野パルセーロと、パルセーロレディースは、ホームゲームの自由席チケットを各ペアで2組、うん、で、バスケットボールの新州ブレイブウォリアーズが、うん、5月2日ですね、ちょっと平日ですけども夜7時から筑摩で行われるホームゲームがありますので、そこを2組様で、先ほどお二人に選んでいただいて、ね、はいはい、
山田のグッズを、うん、各1名ずつですね、3種類あります。ちょっとこの辺は、どれが欲しいか書いていただいて。いや、あれはさすがに来るでしょう、はい、来るでしょうね。絶対来ると思うよ。だってこれからだって雨降るもん。そうですね、はい、ね、ポーズ絶対欲しいよ、ね。じゃあ応募方法はですね、またいつもと同じですけども、うん、メールで、info@roots-nagano.co.jp、またはですね、この一刀両断の番組のホームページからメールのホームからでも送信が可能となっております。締め切りは今週日曜日22日の22日中ですね、うん、それまでに届いたメールを有効とさせていただきます。いやー、今回は来るでしょう。一回 SC 軽井沢クラブでバーン上げといてだよ。そうで、一旦ね、やっぱりしゃがまないとダメだから。そうそうそう、助走をね、ね、助走をつけての松本山でバーンまた来るから、はい、これもね、それをね、していただいて、本当にすいませんね、いろいろ小沢さんなんかもありがとうございます。聞きましたね。いやいや、本当に。じゃあちょっと次回は、うん、4月26日ですね。次回どこですか。いや、長野ユースタから来た生放送とユースターですね。まあ、ちょっとゲストはどうなったかまだ決まってない。いや、まだ教えられないですね。うわ、緊張してきた。なんか変な汗かいてきたぞ。本当いや、楽しみですね。でも ね、誰が出てくれるのかもね、じゃあ、うん、まあ、最後にね、はい、ゲストさんに、そうだ ね、今日の番組の感想を、どう。いや、楽しかったです。すごい、思ったよりめちゃくちゃフランクだったでしょ。いや、もう助かりました。最初すごい緊張してた。こんな長いの読むぞ。そんな読めないですよ。覚えられないよと思ったけど、良かったです。でもうまくリードしてた。いやいやいや、何をしてるんですか。なんかまたでもどうですか、ね、一緒にコラボして。またね。はい。なんかいろんなことをぜひ、ね、はい、ますんで。やっぱりこの番組はね、紳士のスポーツを盛り上げるという位置づけがあるから、はいはい、一緒にコラボして、うん、それこそね、なんかカーリングとかも一緒に行けたりとかね。ぜひぜひ。で、いろんな地域に松本山を広めたり、スポーツを盛り上げてみたらね。はい、ぜひぜひ一緒にまた、あ、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ね、うん、はい、まあ、あの、うん、どん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 ね、見ていただいて、フォローしていただいてね、番組も。そうですよ。はい、コメントもね、すごい来てるんですけどね。うん、来てる？そうですね、結構来てますね。お、ね、てっちゃんキャッチボールしようぜとかね。なんか、お、いいですね。すごい。ドッティのサインも欲しいって書いてあったけど、いや、僕ね、山形時代はドッティって言われたんですよ。ね、うん、知らなかったでしょ。知らなかった。そう、ドッティっていうの、小倉さんがね、小倉貴文さんがバンファレットにつけてくれて、はい、それを山鹿のサポーターでしたから、ずっと山鹿にはドッティ、ドッティ、ね、いや、そんな番組ですけども、キャッチボールだって、あ、キャッチボール、ぜひぜひ。いや、俺も入れてほしい。サッカーじゃなくてね、俺も入れてください。キャッチボール、野球好きだったんだって。本当ですか。いや、来るね、来るね、そういうとこ。いやいやいや、じゃあちょっと最後にね、今後の抱負というかね。そうだね、今後の抱負を、はい、そうですね、あの、まあ、チームクラブとしてはやっぱり目標で掲げてます、うん、J1 昇格、まあ、これをね、あの、常に、目標に持って、うん、あの、努力していきますし、まあ、僕も含めてやっぱりさっきも話しましたけど、うん、やっぱり地域のために、うん、長野県新種のために、あの、一緒に力を合わせながら、うん、いきましょう。お借りしながら盛り上げていければなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます、まあね、一緒に本当にこう盛り上げていきたいですよね、はい、ぜひ。いいですね、本当にいい番組でした、やっぱりね。本当だね、いい番組作ったね。僕が言うのもなんですけど。ね、じゃあ最後タイトルコールね、はい、いいですか、タイトルコール一緒に、新春スポーツ一刀両断、また来週。いや、皆さん、ああ、終わっちゃったかな。新春スポーツ一刀両断。